さんの着付け始まります。例えばですね、この方とっても細いのにお腹だけポコンと出ていました。さあ、どうやったら補正がうまくいくでしょうか。はい、それではね、やっていきたいと思います。お胸もそんなにあるわけじゃないんですね。このお腹だけが、ここだけがポコンと出ていましたね。そんな時、はい、同じ細い体型なんですけれど、このようにお腹だけが出ています。はい、そうしましたらですね、はい、まずですね、こんな風にお腹だけが出ている。で、この時に、このサイズ、襟合わせから、はい、40センチですね、はい、ちょうどこの下ですね、ここだけがお腹が出てるんです。そしたら腰はないんですね。じゃあこのまんまお着せしますと、帯がこんな感じになってしまいます。じゃあこのお腹ね、全体に細いですから、まずここを埋めますね。はい、そしたらどうでしょう。この時にですね、ここちょっと後から折っちゃうかもわかんないですけど、はい、はい、そしたらここでですね、普通はこのようにここに1枚乗せますね。でもそうするとお腹も出てしまいます。はい、そしたらこういう場合は細いから、はい、太った人と一緒ね、埋めるところ、お腹との間を埋めますから、はい、ここにまず1回、はい、回します。よっ、はい、ここで止めました。こうですね、はい、ここ止めました。そしたら先ほどの、はい、そしたら今ここに来ましたから、ここだけ埋めればいいですね。で、ここだと、はい、よいしょ、もう一回いっちゃうかな、細いから、胸の下、はい、こんな感じで止めます。はい、お嬢さんここ持っててねって言って、ここ持ってもらいます。はい、こうですね。そうしましたら今度はお胸ですね。はい、お胸は、はい、ここで三角形に折ったのを乗せます。はい、三角形に折ったのを乗せます。はい、これでちょうどこの下まで綺麗に補正ができました。そうですね、はい、このように切りました。はい、そうしますとお腹は目立たなくなったけど、腰骨がないですね。はい、腰骨がありませんから、はい、ここでですね、はい、18センチぐらいかな、ここで、はい、腰骨を作ります。これでお腹の位置から脇のところに補正ができました。こうですね、はい、まだまだ足りないなと思ったら、はい、ここに足していきます。お腹の横ですね、はい、お腹の横、こうですね、はい、そうするとお腹が目立たなくなりました。はい、で今度ここですね、はい、これは肩に乗せちゃうと肩がイカって見えるので、肩に乗せないぐらいにしましょうね。はい、こんな感じで補正ができました。あとはですね、本当は四角くいっぱいね、切ったのを置いときます。今回は急遽、はい、ここですね、ここですね、お胸の間、こんな感じです。はい、でもし足りなかったらまだここを埋めます。はい、そうするとお腹が目立たなくなりました。こんな感じで補正をしたらいかがでしょうか。はい、後ろ細いですね。はい、肩甲骨も欲しいです。はい、タオルとコットンで、はい、お支度していきます。ではまずここですね、はい、ここはいつも通りこうして背中に当てまして3等分に戻します。はい、3等分
戻します。こうですね、はい、ここから、はい、5センチぐらい下げました。はい、この幅で、はい、ここから襟向きのところから1手2手、はい、ちょうどこの下、ここがおはそりの下線になります。下線にちょうどここが来るようにしますと、ここですね、はい、高さができました。あとここ埋めますね、はい、この時必ずここで、はい、ちょうど40センチ以内に補正が収まるようにしましょう、はい、細いお嬢さんをそれなりに、はい、美しい土台を作っていきます。はい、ここですね、はい、この幅分1回転でいい場合があります。はい、でも細かったら2回転します。そうすると胸紐をした時にとてもここですね、ここで、はい、これをこのように入れます、はい、そうするとえぐれたところがなくなります。ここ広げます。腰が低かったら腰、お尻が欲しかったらお尻ですね、はい、しました。こちら58センチでとっても細いお嬢さんですね、はい、そしたらね、ここでこのままでもいいんですけれど、まあ、今この辺にこれ、はい、4等分、こうして4等分にしました、ね、この時に、はい、こうしてこうしてこうして、ね、こうですね、はい、こうしました。はい、ここを取ります。取りました。取りました。はい、これを腰に当てていきます。はい、とっても細い方の補正ですね。はい、まっすぐになって、はい、腰もできました。はい、これでどうでしょう、補正を当てガーゼを当てます、はい、こちらも当てます、はい、当てました。若干ちょっとここが重なってるかなと思うので、はい、ここ下げます、はい、ちょっと下げてグラデーションにします。はい、そうするとちょっとここがへこんで立ち上がっています。はい、こんな感じです、はい、どうしても補正がね足りないと帯が落ちてしまいます。ゆっくりゆっくりやってっていうか、ゆっくり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 この時キューッとした時にね、そこがぐちゃぐちゃにならないように、はい、すべてが補正で、はい、おはしょりがきれいにやってきます。腰もできました。お腹ポコっていうのも気になりません。はい、そしてこちらもですね、はい、1、2です。はい、おはしょりの下線がここに来ますね。はい、どれだけギュッと締めてもお嬢さん苦しくない補正ができました。はい、第1弾ね、こんなに細い、はい、こんな補正ですね、はい、でここ今まっすぐ見えますけど、ここ実際はこうですね、このように、はい、なってます、はい、これで、ね、こうちょっと立ち上がったこんな補正ができてるわけですね、はい、帯が高めに上がる補正の出来上がりです、はい、まず細いお嬢さん、お腹が出てたらね、こんな風にストレートになるようにしてあげましょう。はい、まず第1弾でした。はい、そうしましたら次は
割ともうボディの補正がいらないようなパッと見お嬢さんです。はい、じゃあ今度はどういう問題が起きるかやってみます。はい、ここです。なんでこんなにももが張ってるのと、あら落ちちゃったね、ここ、はい、腰からももにかけてね、よいしょ、めちゃくちゃここが張ってます、めちゃくちゃここが張ってます。なんでこんなに張ってんのっていうぐらいここが張ってます。ウエストはそうでもないのに、前が合わさらないぐらい、上はいいのにももだけ張っている、ここだけ張っている、こんな風に張っているももがね、はい、いますね、いますね。なんでこんなにここが張ってるのっていう方いますね。はい、はい、私もいました。はい、こうですね。じゃこれちょっとごめんなさいっていう感じでここ入れときます。はい、入れました。わかんないといけないからね、ここに入れとくよ、これ。はい、もも張ったよ。どうですか、こちらのね、先ほどの細い方とは違います。ここが一番張ってます。これを身頃を合わせた時に困ります。はい、その時の補正やっていきます。まずですね、この幅を出します。奥行きを出してしまうとすごく太って見えるので、まずこの幅を出します。はい、こうして半分にまず折りましょう。はい、真ん中にこうして、真ん中にこうします。一旦ちょっと上目に合わせて、はい、そしたらこれはこの幅で腰の幅を出します。こうですね、はい、全体にね、腰だけ張っててウエスト締めたら着崩れの原因になるので、はい、ここでね止めます。お嬢さん持っててねって言うけど、この人持ってくれないから、一応ちょっと止めとくね。そしてあら、どうしたらいいのかしら。じゃ あとりあえずお嬢さんの手、お嬢さんの手ということで、ここね、はい、ちょっと縛っておくね。はい、もも張ってますよ。はい、ここに出したことによってね、はい、このももの幅が、はい、若干気にならなくなっています。平たく作るしかないんですよね。はい、そうしましたら、はい、これをやっていきます。ここですね。でこの時に、ここのウエストのここがまだ細いんですよね。ですからここでドンと上がってしまうので、若干ね、まださらに、あら、ごめんなさいね、あなた張ってるのねって言って、張ってるのねって言ってね、ここに細いところにちょっとウエスト、そうするとこうなってるところをこうすればいいですね。こうなってる、こうなってるものをここでこうすることによって、身幅が急に、奥目線がね、こんな風になってたのが若干こう治りやすくなります。そんなに入れるのって言うんですけれど、ここは、はい、ももが張ってるなと思ったらこの幅を出してください。はい、これで若干太いですけれど、これでこのおはしょり腰ひもの下だけ寸胴になりましたね。そしたらね、今度はこの方がもし前にドボンとね、たくさんね出てきちゃうと、それまた大変。そういう時はね、ここにこうやって入れてきちゃうと、こう高さが出ちゃうで、そうするとここにね出てきちゃうから、そういう時は普通に、はい、今までね胸が大きいのばっかりやってきたけど、今年のお嬢さんお胸大きい人あんまりなかった、うん、そしたらここで、はい、幅が出ました。はい、こうですね。でこことここで胸があればまた違うんですけど、どっちかというとべちゃーんとしてて、ここだけ張ってるんですよね。で全体が平べったい。はい、そしてここも肩に乗せないようにこうしておきましょう。
ね、でもしここがね、はい、こうしてもうちょっとこう、もうちょっとここ三角形をこうすると細くなるでしょ。ここ細くなる。これでも大丈夫ね。はい、そしたら今度こっちね、ここも、はい、ちょっと折り返して細くしたでしょ。そしたらここに乗せます。はい、こういう形で、こういう補正がいいかなと私は思うんですね。はい。膨らんだ分はこの下に合わせて、はい、お嬢さん押さえてくださいってこうします。そうすると幅が出ましたね、幅が出ました。あら、よいしょ、はい、こう押さえてていただきます。はい、まあ、いろんな体型が本当にねいるのでね、はい、これぐらいでね、どちらか言うとここからポコンとボリュームじゃなくてシュキッシャキッとした感じの補正ができます。はい、じゃあ今度後ろ、後ろ何にもないんですよね。でも背中も開いてない、ベジャーンとしてるんです。ベジャーンとここ広いんですね。ベジャーンと広い。はい、そしたらね、こちらね、はい、やっぱりねここで高さをちょっと欲しいからって言って、この幅をこうやっていつもの三角形にこうやって折ってね、戻してっていうとベチャーンとしてるから、ちょっとこう広くして、ここ広くして、ね、広くしたら、はい、そしたらここペチャンと戻します。はい、こちらもペチャンと戻します。はい、広いんですよね。はい、こんな感じ。はい、ベチャーンとしてます。はい、高くする必要なくて、もともとが補正いらないぐらいですから広くしてきました。はい、じゃあここで、はい、さっきの紐にこれ入れましょう。はい、入れましょう。はい、こんな感じで入れました。はい、1、2、はい、こんな感じでね。はい、そしたらね、このまんまもう伏せちゃえばでちゃんとしてますから、いらないなとね。はい、で若干ちょっとここが欲しいかなと思ったら、ここの中にこれを入れます。これが、はい、高さが若干出ました。はい、どうでしょうか。こんな感じの補正で腰が張った方はこういう風に補正をしてあげるといいと思います。はい、こんな風にね、はい、何の問題もなく細いとか何のね、問題もなく、太いとか、ね、はい。で、この紐は、ね、今手の代わりですから、ちょっと若干これ外したらどうなっちゃうかな。じゃあ、これはちょっと置いといて、はい、置いといて、ね、腰紐をします。はい、ここですね。で、このギュッとした時に、ね、補正が、クチュ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 って、あんまりクチュ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 ってなるようなら、ちょっと止まったかなっていう感じね。はい、でここはもうこうやって押さえておけばいい、ね、です。はい、そしたらこれさっきのお嬢さんの手の代わり、こちらをですから、はい、ここね、外しちゃったら、手の代わりだからね、はい、お腹ベジャーンとしてるけど、はい、ほら、これで足が目立たなくなったでしょ、ね、はい、でその分をみんなが丸く全体に作ってしまうんじゃなくって、その方の体型で一番補正はなるべく少なくでもカバーしてあげる、ね、はい、こんな風です。はい、いろんな補正をね、来年、それからこれから、また後取り前取りでね、やっていきたいんですけれど、このようにしてね、はい、いろんなパターンでやってみたいと思います。はい、横ね、横、はい、こちらも横、見えますか。はい、こんな風にして、はい、やっていきましょう。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。
励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。